今回はトーマス・トゲオ・アガマの水槽作成していきたいと思います。まずこのグラステラリウム水槽60センチのこれこの間買ったんですけど、こちらを使ってまずレイアウトをしていきたいと思います。この小鳥の餌を床材代わりにします。匂いもね、そんなに気にならないです。まず流木入れて、チャームで買ったこの飛行石、こうやって、まあここでバスキングできるように、まあ、一応メインの石を置いてとね、まあ、どんどん置いていきます。このね、組み立てが難しいですよね。どこに何を配置するかが。結構崩れやすい、この石が。あとね、家にあったこれもちょっと使います。これ、これを真ん中に入れて、まあこれ入れとけば最悪ね、この岩が崩れても押し潰されないで済むんで、一応安全を考えて。まあ、とりあえずこんな感じでいきたいと思います。なんか岩々しいけど、ここから巣穴になる。なんかね、もうちょっとね、正直なんか自然っぽくやりたいんですけど、センスがないもんで難しいっすね。このランプね、保温球とかをつけるこのランプスタンド、何のランプつけるかっていうと、ヒートグロー、まずこれね、昼間と夜の保温球まずつけます。であと昼間ね、紫外線とかね、あとホットスポットになる、こちらをあとつけたいと思います。これ一つで保温&紫外線っていう、なんだろう、ハイパーサン UV、 こちらの 80W をつけます。これがね、結構高くて、まあだいたい6000円ぐらいしますね。まあこれをね、この辺につけます。高さも多分ちょうどいいんじゃないかなと思います。餌の皿2つ用意しといて、まあ野菜用と、あとこっちは穀物、まあ一応2種類用意しときました。水槽の蓋のクリップをこのね、横に、こっちの横に、ここ横につけます。まあやっぱ高さがここないんで、こんだけしかない、10センチぐらいなので、このあと60センチ用の蓋をここにかぶせると完璧。ここまで高さがあるんで、これで一応脱走はしないと思います。さあ、でライトもついたことなんで、
声帯入れていきたいと思います。トーマスちゃんたちを入れていきますよ。はい、じゃあ餌を食べてください。はい、どうぞ。はい、さあどうぞ。早速食べてますね。固まって、お、美味しそうに。これね、ちょっとね、まあ今はちょっとでかいんですけど、水槽が。でもまあ将来的にはいいのかなと思います。では